何します？何します？さて、今回は、はい、今回は毎回ね、皆さんからコメントをいただくんですが、それ拝見した結果、はい、コメントの8割から9割がソーラさんかわいい、アチャミさんかわいい、クミさんかわいいと9割 9割この3つでね、はあ、構成されてしまっているので。なるほど、男性陣メンバーもいるんだぞと、はい、誘拐で今回はアチャミさんとソーラさんとクミさんにはお休みしていただいております。はい、はい今日はね、もう男だけの、もう批判バッチコイですよ。ですな。残念でした、うん、今日は可愛い声は出ないぞと。出ないぞと、つぶという声が聞けるぞとそうそう、もう血湧き肉踊る映像をねお届けしようかと。なるほど、思います。いやー、怖いね。怖いですね。非常に怖いね。怖い。怖いけど、まあでもしょうがない。そんなしょうがない。そんな女性目当てで見られちゃったらたまったもんじゃないんだよ、こちら。ね、男性陣だってやってるんだぞ。こっちはマイクラ動画なんだよ。よし、というわけでちょっとあんまり煽っていくのも怖いんで。ね、はい。あとヨッピーさんこと鳥ちゃんは今日はアルバイトが入ってしまったためお休みになります。はい。ので、アイクさん、アツオさん、ショウさん、ワトさん、はい、はい、括弧50音順で紹介しましたが、その5人でいきたいと思います。はい、はい、お願いします。しゃしゃ、よしよし、ふ不女子換気会と、はい、はいはいこら、こらもちろんカットでしょ。もちろんカットです。こういうのこういうのはもちろんカットします。さて、何します？何しましょうか。とりあえずじゃあ どうする。なんか村とか進めてもあれなんで、やっぱ冒険とか資材集めとかそっち系ですか、ね、はい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 。じゃあ地下探索しますか。やりますか。じゃあこれほっといても村人は増えるだろうっていう判定で、はいはい。じゃあ地下資源でも掘りに行きますか。はーい、はい、あの拠点がね遠くに見えます。その拠点の真裏と、あれどこだ、ここかを掘っていったら、はい、こうと、はい、何します。ブラスケバリにトモさんについていきますよ。こっちとお示してくれる。これでもやっぱアイクさんが行った方がいいんやな。なんでその心は。若いけん何言ってんのあの人撤退の温度かな見えてこないですか。ちょっとなんか楽しい感じに見えてこないですね。どうしよう。こういう時はあの織田信長で習いました、私は。はい、引く時は誰よりも早く引くっていう風に撤退の、ま、負け戦はもうさっと逃げる。じゃあこの3張りの逃げ足で入りましょうか。入りましょう。もうはい、ジャングルの向こう側が拠点ってだけなんで。あ、そうなの。うん、さてま、何にも面白いのが取れなかったっていう。もうすでに30分経過という。やばい。いらんこと言わんとけど。やばいっす。やばい、これやばい。何やるか決めましょうか。じゃあみんなで相談して。そうですね。まあ、建物を建てたり、整地したりしますか。やりますか。はい。はい。何してんの。人に引っかかるのかなと。スケさんに襲われてるのかと思います。おう、失礼。ス
助さんの音に本当に似てる。これあれみたいですね、進撃の巨人。本当だ本当だ、立体軌道みたい。ワープしてーなー。これ逆にキュイーンっていけたらいいですけどね。いいですね、巻き取りシステムで。キュッキュッ。絶対クミさんやってるぞ。絶対これ教えたらクミやるね。これこれ教えたらクミやるね。立体軌道、立体軌道。絶対やってそう。飛びたい。あそこ引っ掛けたい。引っ掛けたいな、これ。これさ、ほら、あの拠点にこう、シャッチュイーンって。ああ、みんなで来たい。いいっすね。よし、じゃあもう、はい、じゃああれします。はい。町の、じゃあ元の基盤みたいなのを作りましょう。はーい。うまいことこの入り江を U 字型に、整地をしたいんですけども、おい、海岸線から5マスぐらいは平地にこう平らにしていこうかなと。5マス、はい、おい、建物を建てていきたいので、それで何がいいかな。下は石か土か。木じゃないですか、やっぱ港っぽく。あ、石かな。木、石、どうしよう。なんか船のドックみたいなのはいらないですか。いいですね。でもこれみんなでこうやってたら早いよ。早いですね。ゾンビがなんか上から降ってくるんですよね。そっちタイマー置いてないもんね。まあね、いつも誰々さんかわいいっていうコメントもいただけてありがたいんですけども、男性陣もいますよっていう、なんだろう、時の声を上げる回です、これは。果たして上がるのか、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 落ちるのか、上がるのか、視聴者からのクレームの声が上がるのか。絶対そっちでしょ。いや、だいぶみんな優しいからきっと大丈夫。批判はすべてあの、わとあと豚骨系男子でお願いします。そこでバスケさん使っていいっす、これ。ダメダメダメ、そこでそんな、そんなもうご都合主義はダメですよ。いっちゃうんですか、丸石。下は、はい、ここも全部丸石にします。一番下げて掘った方がいいんですね。せやね、せやで、まあ、今日こう下から拠点をまじまじと見る映像も良いんではないかと。いやー、喋ることねえな。ダメだ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 。ソーラさんがいなくてもちゃんと動画になるんだっていうことを。何喋ってます、言っても。いつもソーラさんはほんと天真爛漫ですからね。あ、いけない、私ったらって始まりますから。トムさんその役やったらいいじゃないですか。それはさすがに気持ち悪いでしょう。これ埋めるのは丸石かな。はい、あ、壊れた。ほい、いい感じいい感じいい感じ。ほい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 。これで次回、はい、クミさんとソーラさんとアジャミさんが来た時に、お、すごいっていう風に言います。なるんでしょうか。なるはず、きっと言います。クミさんどっちかっていうと釣り竿の方に感動しそう。あー、しまったな。そっちか、立体軌道か。そっちに負けちゃう。昨日 BO2 やっててもあのミカサのエンブレムに人一倍反応してましたからね。野良でそういう人がいた時に。お、いい、いい感じいい感じ。あ、整地する前と整地する後でこう取っとけばよかったな、定点で。まあ後の祭りですよ。いった、ロンチャメシー。匠が降ってきた。びっくりした。あ、このパートが盛り上がらなかったら、はい、鳥ちゃんが、あ、やっぱ赤髪クラフター俺で持ってんなとかって思いそう。いや、あれ面白すぎてあげれなかったって言ったらいいんじゃないですか。いや、わさ、そんなの簡単に見抜かれるよ。そこまでバカじゃないよ。
家ちょっと映せる部分が少なすぎたけどめっちゃ面白かった。大丈夫大丈夫、今面白い感じになってるはず。マジか。垂れ流しですよこれ、無編集で。無編集で、ね、きっとね大丈夫。たまにはこういう会があってもいいじゃないか。あ、男だけで話しながら前暮らせる。そう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 。あ、それいいっすね。うるせえよ。なんでなんで俺に対してそんな厳しいんですか。ごめんごめん、冗談ですよ冗談。最近ツイッターとかでもトモさん冷たいですもん。冷たくね、誰に対しても冷たいよ。いやいや、死ねばいいのに直接的には暴言飛んでいきます。俺が先にもらってるけどね、それ嘘。先にもらってるからね。それいただいてるけどね。え先にとか違う、膝枕の時のネタよ。そうマジで天丼です。結構近いじゃん。死ねばいいと思うよ。俺なんだっけ、うさぎでしたっけ、トモさん。いや、うさぎを飼いたいって言ったんです、ツイッターで。はいはいはい。そしたら、愛媛っていう名前のうさぎはいかがですかって。それは言われて仕方ない。それは言ってきたから、死ねばいいのにって。それは仕方ない。うさぎ飼いたいって前ツイートした人の言葉やない。だってうさぎさん飼いたいもん。いやいや、いいじゃんうさぎ。あれうさぎってね、ブーブー鳴くんだよ。あ、ブーブーますね。ブー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 って鳴く。これなんか一回預かってたことありますよ。あ、本当に。どんなうさぎですか。なんかブーブーって鼻がヒクヒクしてるやつ。なんていうの、そういうやつじゃなくて、なんか色とかさ、そうそうそう、色とかさ、耳がそう垂れてるタイプとか。色白。え、じゃあ目赤いやつですか。目は赤いですよ。へえ。全部赤いんじゃないですか。ウサギってなんで目赤いんだろう。あ、ググる。あ、ググろう、ググろう。コアラはあれでしょ、ユーカリ中毒みたいになって目が赤いんでしょ。なに、ワトさん意外と動物博士。え、じゃあ、エサなら人参食べるからと。あれ、シャブチューっていうだけよ、コアラ。そうなんだ。あ、はい、じゃあ発表します。ウサギの目は赤いとよく言われますが、すべてのウサギの目が赤いわけではありません。黒い目のウサギもいます。体の色も白いウサギもいれば黒や茶色のウサギもいます。この色の違いはメラニンという黒い色を作るものがあるかないかというらしいです。目の赤いウサギはメラニン色素がないので目に色がつかず、ガラスのように赤なため、目の奥の血管が透けて見えているので赤いのです。アルビノっていうこと。これはアルビノ。あ、そうですね。ほら、このようにメラニン色素を体内に作れない動物をアルビノと言います。ほら、人間は嫌でもシミで出てくるのにですね、もうそういうなんか作ってるんでしょうね。悲しいこと言わないでください。この部屋で買うとコードガリガリってやられたら、あー、なんでも噛みますもんね。そうそうそう、それ聞きますよね。でも感電死するって。マジですか。それはウサギさんかわいそうだね。魚釣り、すげえ。すげえ、見ちゃった。昨日釣り行って1時間半竿垂らしたけど何にも釣れなかったんだよ。悲しい。3秒で釣れた。今週行かれるんでしょ。今週は飲み会になりました。あれ、釣りは釣りは来週になりました。あ、来週になったんですね。はい。トモさん何釣り行ってるんですか。え、海釣りです。海の仕掛けは何狙って言ってるの。仕掛けは重りと天秤と針につけて、それに磯目つけて本投げであります。また難しい釣りしてますね。え、簡単じゃん。一番簡単だよ。いやいや、今の時期なら簡単だったらサビキでしょ。サビキっすね。サビキ釣れないよ。いや、今の時期やったらもう。いや、でも今イカやろ。イカ今イカだね。こうイカ大シーズンですよ。え、イカって何釣れんの。海船出さなくても、はい、ルアーで岸から投げて、はい、エイジング。それ夜でしょ、うん、いや昼でも行きますよ。うん、何時でも行きますよ。え、それ千葉県当てはまらないでしょ。行きますよ、全国行きますよ。千葉でちょっと検索してみて、あの藻が多いところの卵を見くるんですよ今。へえ、何そんなに。だから今上がる。詳しいの、ワトさん。いや、行ってますもん俺イカ釣り。え、釣りすんの、ワトさん。はい、めっちゃ行ってます、この前もなんか釣り行ってますみたいなツイートしましたよ一回。あ、全然見てなかった。おお、やっぱ気にされてねえ俺。そうなんだ、ワトさん釣り行くんだ。 あ、じゃあ分かった。じゃあこう、はい、普段ねキャラの強いソーラさん、クミさん、アチャミさんに隠れてる男性陣メンバーなんで、はい、趣味を発表していきましょうよ。
趣味、はい、趣味趣味言ったらみんなゲームって言うじゃん。ゲームやそれじゃつまらねえだろうがよそれ以外にだよ。いやいやだってそれ以外ゲームそれ以外にですよ。以外それ以外に、わさはもう釣りっていうことで。サッカーあサッカーわさサッカー部だもんね。釣りもしますよ。どっちなの。全部します。全部する全部、はい、釣りとサッカーと女の子の釣りね。はい全部します全部好きです。否定しないんですか。女の子釣るのも否定しない。女の子大好きです。あそうなんですか。はいはい、最低。ともさんと一緒です。ともさんはそんなことありません。する。ともさんはそんなことありますか。最近なんか怪しい。なんで？なんでなんでなんで？なんでなんで？最近なんかクッキー作ったりするし。あ確かに怪しい。確かに怪しい。あれは趣味でやってるだけであって。あれは趣味でやってるだけであって。違う。あれはなんか変わってきた。あれは趣味でやってるだけであって。狙ってるでしょ、何か。何を狙ってる？何か狙ってる。何を狙ってるの？え？最近お菓子作ってますよ。でなんでお菓子作ってるかは後々わかると思います。後々ほうほうほうなんで殴るんですか。後々わかるんですか。殴りたかった。わかります。あ何かこう構想があるんですか。鋭い。あ当たんなかったちょっと遠かった。殴りありちょっと遠かったでも殴りありです。これもうあのわちも殴ってもいいですよ。あ、なんでよ、なんで急によ、なになになに。いや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 。なんでもありですから。はい、じゃあアイクさんの趣味は。自分サッカーで。え、そうなの？ですよ。え、サッカー部だったの？ですよ。え、ポジションは？フルコート。自分ディフェンスですね。へえ、ボランチか。ボランチです。ディフェンスです。ウイングね。いやいやいや。何？違う。あ、1.5列目ってやつ。違います。え、何？サイドバック。サイドバック？はい。あ、サントスね。そこで止まってるんですよ。いや、もう最近だったら長友ですよ。ああ、あれでしょ？あの動画見てると赤い文字で下の方にインテル長友って来るやつでしょ？あれでしょ？そうですね。うちの地元の先輩は。あれです。COD 的に言うと敗者確定インテル長友。そう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 。どうしとんねん。赤文字がドバ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 ってきますからね。はい、じゃあバステンさんの趣味は。自分は車とか音楽とかですかね。他に車なんか好きって言ったもんね。車、うん、バステンさんもサッカー好きなんでしょ。結局はみんな、あでもやるっていうか観戦勢ですけどね。ああなるほどね。動画勢ね。そうですね。まあ試合や J リーグやってたら見る。なるほど。車はあれですか？日本車ですか？外車ですか？あ、国産です。あ、でも、マニュアル好きなんで、マニュアル車ずっと持ってます。へぇー。スポーツカー？あれね、まあ、ランサーエボリューションね。トモさんちの前走ると、暴走族って言われちゃいます。あー、そうなんだ。そんないじり方？でもあれ、いじらなくてもああいう音鳴っちゃうんじゃないの？いや、そうですね、マフラー変えてると、こう、音大きくなるんで。そうなんだ。はい。あれ本当にあのちょっと本当にこの場を借りて言わせてもらうと、本当に実況動画撮ってる時邪魔なんでやめていただきたい。本当に。全国走り屋を代表して。ええ。あせん。あいや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 。いやどうもどうも。全国の走り屋手切りました。ちょっと怖いんで。おっかない人がいっぱいいそうですからね。トモさんちの前にたくさんなんか怖い車並んじゃってもいけないんで。怖、本当に怖。え、そんな感じなん、バステンさん。そこまでいかんよ。俺のはもっとこう、ピュアな感じ。ピュアな感じ何ちょっと好感度上げてんだよ。ピュア、何この怖い人の車じゃなくて、スポーツにピュアってことね。速く走ることを求めてるってこと。なるほど、なるほど。見た目がごついのとかあるじゃないですか。そういうのを求めて、速いの。攻めたりするんじゃん。いやー、普段は行かないけど。じゃあ、どんな時に行くん？ここ一番？ここ一番？ここ一番？カレー屋か。おい、叩いていいよ、叩いていいよ。やばいから。これはもう全員からワンパンですよ、全員からワンパン。これ全員からワンパンですよ。全員からワンパンです、今のは。おい、なんで俺だけよ。あ、でも思い出したら面白い。あの、じわじわ来る感じ。じわじわ来る感じ。じわじわ来る感じ。うん。これあれですか？何ですか？
ナウオンエアですか。これは今完全に乗っかってますね、動画。逆に趣味まで言わされてカットされてたら、うん、ちょっと正しいです。編集者の人格を疑うよね、それ。そう、じゃあ言わせんだよって。そう。これじゃあナウオンエアです。はい、翔さん、はいはい、趣味は。趣味、釣りとサッカー言われましたもんね。いや、別にかぶっちゃダメなんてこと。かぶっちゃダメなんて、ね、ちょっと面白いこと狙おうっていいよ。最近なら趣味、洗濯。は趣味じゃないやん、生活は、ね、何、洗濯ってどういうこと。あれ大変なんすよ、いろいろ。え、なんでここで生活感出すの。いや、もう最近は荒んでますから、生活が。それね、それ言ったら俺全部せない関係ね、一人で。そうだよ。おい、何があったの。何があったの。いろいろあったんだよ。いろいろあったんだよ。いろいろあったよ。いろいろあったよ。いろいろあるとりあえずワンパクらわしとくよ。なんで俺なんでだよ。なんでだよ。愛媛県ってでもあれか、釣り、あれですね、瀬戸内海でなんか魚いっぱい集まってきそうですけど、ね、だからやろうと思えば、愛媛やったら一年中釣りはできますね。へえ。でも波が静かやけん、あんまり釣れんって聞くけどね。特定の魚だったら、うん、糸さえすればずっと釣れるよ。でもこっちの方が限界などやけんね。狙うなら糸、うん、糸ってあれでしょ、日本に住んでるやつで一番でっかい淡水魚でしょ。糸パプア君のワンパンでしょ、ワンパンでしょ、ワンパンでしょ、ワンパンでしょ。今のはワンパンですよ。分かる人おった。アイクさん絶対分からんやろ。どうね。アイクさん何も分かんねえわ。アイクさん、アイクさんポケモン以外分かんねえ。めちゃくちゃ言われとる。ねえ。じゃあトモさん何なんですか、趣味。お菓子作り。なんですか最近。最近いや最近なんか、しかもなんかめっちゃ遊びに行くし。そうなんですね。リア充ですか。じゃワンパンもらっていいですか。雨ですよ。雨ですよ。もう楽しいね。楽しい。たまにはこういうのもいいっすね。いやいい、もうチャチャが入るから、ソーラさんとクミさんとアチャミさんいると。いや怒られる、怒られる。え、ボロクソに言っていい、大丈夫ですよ今。これカットするから大丈夫。絶対カット入れるから。絶対カット入れるから。絶対カット入れるから。あ、じゃあトモさん。はい。とりあえずっていいですか。くっそ。カットせざるを得なくさせるために。分かってやがる。話を。アイクさんは何？休日の休日は何してるの？休日は。あいた。何してる？俺の前を横切るからピッケルが当たった。ゲームか。そうですね、友達と誘われてサッカーやるかぐらいです。え、まだサッカーやってるの？サッカーサークルでもやってますよ。へえ。サッカーポジションはどこ？あ、まあ、フットサルなんですけどね。あ、フットサルなんだ。はい。あ、今のはフットサルって言ったらか、トモさん完全にインテルなこと言おうとしてた。潰れちゃったから。ちょ、サイドバックですって言ったら、あれね、インテル長友ねみたいな。じゃあ俺かぶせて敗者確定って言おうとしたのに。準備してたんだけどな。こう、何か問題を起こしてくれないと。そうそう、ワトさんが本当に5回問題を起こしたうちの1回使えるかどうかぐらいのレベルでいいんですよ。マジか。本当にそんなに、そんなに起こさなきゃダメですか。そうそう、ワトさん打率本当に2割で大丈夫。ワトさんは2割で大丈夫。2割って結構高くないですか。でも低い、低いね。その代わり、なんか2割だけどホームラン30本とか、そう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 、そんな感じ、そうそうそう。で、そのホームランだけハイライトで流すから、そんな感じはさ、なるほど、本当に。拾ってくれるわけですね。そうそう、蹴わなくていいわけ。わかりました、わかりました。中村則的な立場で。わかりました。了解です。スイングで終わってた。そう。ブンブン丸ですよ、ブンブン丸。ブンブン丸ですね。ブンブン丸って言われると新宿ジャッキーって言いたくなる世代なんですけど。ブンブン丸、新宿ジャッキーが分かんない。あのバーチャファイターで四天王と呼ばれた人。あー、ファミ通にいた人か。知らん知らん。分かった。いや、ワンさんは分かる世代だよ。ファミ通の編集者でしょ。え、俺ガバスしか分からんよ。まあゲーマーだったけど、その後にファミ通の編集に入ったのか、レビューとか書いてましたね、ファミ通。はい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 、ブンブン丸。うん、あの人は、その、ウルフってキャラで、ジャイアントスイング、バンバン決めてたんで、ブンブン丸。そうなんだ。あの時だから、今で言う、スパ4の、ストリートファイターの梅原さんみたいなもんで、カリスマだったんですよね、四天王って、バーチャファイターの。へー。これはあれですか、多分、オーバー、
20もなかなかついていけないですか。オーバー30ですか、これついていけない。オーバー30かもしれないですね。オーバー30言う音あらた、もういい感じですか。あ、じゃあ花火でも上げますか。上がるんですか。大丈夫。でもそれ女性陣いないとこで花火とか信用とは動画的に OK なんですか。あ、そうか。こうやっぱりソーラさんあたりのあー綺麗なんていう、あー、そういうコメントがテンションでも欲しいですね。すごいね、バステンさん。プロデューサーみたいやん。いや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 、もうこれはもう長年参加させてもらってるから。そうそう、バステンさん完全にわっちの編集の仕方覚えちゃってるから。さすが、全動画を見てるだけある。ツイッターでそんなやり取りもしました。トムさんの MGO パート5が未だに非公開になったのが、俺にとってはこう、ある種一番ですかね。俺見たことあるんだっていう。あー、なるほどね。MGO のパート5を見たことある人は確かに本当にあの古い方ですね。古参リスナーさんですね。なんだかんだ言ってほらいい感じに整地できてる。多少真面目なところも入れとかないですね。そうですね。ほらこんな感じ。やっとりますよ。やってるね。デザインにしてしまう、景観の一つにしちゃうのも。いやーでもいい拠点だなこれ。わ、すごい増えてる。あ、リンゴ落ちてきた。え、あいちゃん拾わないのリンゴ。もういっぱいないです。はい、こっちもいっぱいか。俺も全種類いるんですか。いや、黒エプロンがいない。あんまりいないんですね。あれ、これ黒エプロン。え、ほんと。あ、ほんとだ。あ、これでじゃあ全種類揃いましたね。へえ。いや、いい拠点ですな。いやー、いい拠点だわこれ。いい、いいんじゃないですか。あ、で、あとあの、なんだろう、駅からその右側ですよね。そうそうそう、こっちから見て右側のところも後で補修削っちゃいます。うん、削今や、あと5分やっちゃいます。やっちゃいますか。これすっきりしたでしょ。なんならもうこの橋の、あ、レールの下まで削ってしまってもいいんですけどね。うん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 。あ、この空洞のところ、うん、ここ、あ、ここの横もぶち抜いてしまった方が。ああ、それは思う。ちょっと対角線、うん、反対側から見てみよう。この穴がね、すんごい邪魔っちゃ邪魔なのよ。ね、こっちがぶち抜いてしまったらこっち側にも行けるし、あ、なるほど、畑の方とか、ね。ああ、確かにそこの橋の下ごとや、まあそれは次回にしますけど、やっちゃってもバランス良さそうですね。あ、でもこっちから見ると本当にだんだん良くなってきてますよ。だいぶ。こう開拓してって自分たちのものにしていくのが面白いですね、こういう。うん。マインクラフト。マインクラフト。うん、マインクラフトっていう。愛着が湧きますね。ですな。じゃないですか、今回こんな感じで。はい。はい。はい、じゃあ、まあ、今回は女性陣がお休みしてもらって、男性陣の。多分男子校のノリだったんじゃないかと思います。はい、たまにはね、こんな動画もありますし、もうあの言っておくと赤髪インクラフト最終回がいつになるか分かりませんが、それまでにもう2回くらいはこういうパート入れたいと思いますから攻めますよ。行きましょう、ね、行きましょう、こういうパート。次はちょっと優秀コピー、次ちょっと酒引っ掛けて、一杯引っ掛けてやります。引っ掛けて、そうですね。そうそうそう、うん、ちょっと引っ掛けてやるぐらいがいいかもしれない。うん。で、飲まないアイクさんを振り回していきます。そう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 。いいね。今日も多分十分振り回されてる。今日も振り回されてるよ。さっき松さんに面白いこと言えって言ってたから。まだでもまだ優しい方ですよ。そうなんですか。今日全然人に振ってないですもん。まあ、悪酔いはやりましょう。はい、面白い感じでやっていきましょう。はい、じゃあちょっと皆さんを収めて終わりたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで整地したっていう感じで。はいはいはい、よ
おお、空が白んできた。ちょうどいいですね。はい、じゃあ今日はこの5人でお送りしました。はい、はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。更新告知はここを見てね。ニコ生も始めました。コミュニティ参加お願いします。ご視聴ありがとうございました。